皆様こんにちは。今日はですね、パナソニックの GH6、が来ましたので、ロミックスの S5 とソニーの α7-4 と、取り比べをしてきました。で、使っててですね、思ったのは、まず大きさ。大きさは、マイクロフォーサーズでありながら GH6 が少し、大きくて重いです。80g ぐらい重いんですよね。まあ、レンズをつけて、も重いんですけども、まあ、持ち比べなければわからないぐらいの差かなとは思います。で、この α7-4 と、今撮影に使っている S5 はだいたい同じぐらいの重さです。まあ大きい分グリップもつかみやすいという面もあるので、使い勝手としては大差はないかなというふうに感じています。で、撮影してて思ったのは、外で撮影すると、この α7-4 の液晶、暗いですね。パナソニックの2機種は、液晶が明るくて、まあ、今日結構天気良かったんですけど、はっきり見えます。α7-4 の方は正直言って曇りの日でも、見えない、外だと見えないですね。なので、ファインダーに頼ってしまうことになります。が、ちょっと動画を撮影してる時にファインダーを覗くってのはあまりないので、まあ別のモニターをつけるか、何か必要が出てくるのかなと。使い勝手で一番感じたのはそこです。で、あとは、まあ、オートフォーカスとか、やはり、ソニーは定評があるんですが、この GH6 も使ってて特に不満に思うことはなかったですね。まあ厳密に言うと、差はあると思うんですけども。あと画質なんですけど、画質はじっくりこれから再生しますので、見比べていただければと思います。いかがだったでしょうか。吉祥寺の井の頭公園を撮影してきました。撮影をすべて Vlog、S-Log を使って709ラットを当てて、まあ、それぞれの、色味が合うように調整はしています。まず、GH6 なんですけども、ダイナミックレンジブーストありなし、プロデゾ撮影してきましたが、まあ、ダイナミックレンジブースト、使うと、階調が滑らかになって、まあ、見栄えがするんですが、まあ、その代わり暗証での、まあ、暗い部分のノイズが多少目立つかな、というふうには、感じました。まあ、まだ私がそれほど使い慣れてないのもあるんですが、使うところを選ぶ面もあるのかな、というふうには思いました。で、ルミックスの S5 なんですけども、一番ダイナミックレンジが広いですし、暗所のノイズも少ないですね。で、α7-4 は、まあ、ちょっと中間的な、画質だったかなと思います。
で、神社の、屋根の部分、見ていただけるとわかるんですけども、それぞれ、まあ、白飛びの具合、が違うかなと思うんです。で、一番やはり、はっきり、描写できているのが、ミックスネス号。まあ、次に、アルファセブン4、GH6 という順番かな、というふうに、思いました。まあ、もう少しダイナミックレンジとか、その辺を検証してみたいので、次の動画をご覧ください。最後の映像を見ていただけるとわかると思うんですけども、やはりルミックス S5 のダイナミックレンジの広さ、ノイズの少なさというのは、ちょっと、他の機種より秀でてるかなと思います。GH6 と、α7-4、まあ、それほど大きな差はないのかなと。木の部分のノイズ感ですとか、あと裏にある苔の木の部分の、描写性能、その辺を見ると、まあ、大きな差はないんですけど、GH6 の方が多少カラーノイズが出やすいかなと。で、α7-4 は、まあ、ノイズリダクションをちょっと効かせすぎているのか、多少こうディティールが潰れ気味なのかなというふうには感じています。まあ、次、夜のシーンをご覧いただければと思います。最初すべて絞りは F4 で、ISO は6400で撮影をしています。GH6、やはり6400でノイズが多少目立ちますね。それに比べてフルサイズの2機種は、まあ、ノイズのない綺麗な映像が得られているかなと思います。ただし、まあ、マイクロフォーサーズ、同じデータ、同じ大きさのレンズ、使うと F 値が1段2段明るいレンズを使うことができますので、まあ、今回もキットレンズ的なものを使っているんですけども、GH6 につけているのは F2.8 から、その他は F3.5 と F4 なので、まあ、少し明るいんですよね。ということで、GH6、F2.8 からの映像も入れてあります。そうすると、それほど差がないかなというふうに感じましたが、いかがでしょうか。次は手ブレ補正を見ていただければと思います。で、ソニーの α7-4 は、まあ、それほど強力な手ブレ補正が入っていない反面、アクティブ手ブレ補正、電子補正が比較的優秀ですので、電子補正を入れて撮影をしてきました。それではご覧ください。
かがだったでしょうか。思ったよりも、α7-4、電子補正優秀ですね。ただ、最後の夜のシーン見ていただければわかると思うんですけども、ある程度動くとカクカクとした、影響な動きが入るんですよね。ね、ああいうカクッとした動きが入ってしまうと、編集ソフトで補正することも難しくなってくるので、ソニーのアクティブテーブル補正使うところを気をつけなければいけないなとは感じました。総じて、パナソニックのテーブル補正優秀です。で、次の映像なんですけども、桜の木を、手持ちで撮影してみたんですが、手ブレ補正の感じとオートフォーカス、見ていただければと思います。それではどうぞ。意外とパナソニックのオートフォーカス、綺麗に決まってますね。で、それを反面、α7-4 どこにピントがあったのかなっていう場面もあったので、多くの場合、ソニーのオートフォーカスの方が優秀なんですけども、場面によってはパナソニックもなかなか頑張るなという気がします。で、最後に、この室内撮りでオートフォーカス、また、顔の色味。あと、内蔵マイクの品質とか、比べてみたいと思いますので、ご覧いただければと思います。どうですかね。こういう動きは、合ってないかな。ありましたね。この辺であれば合うけど、S5 の、オートフォーカスは、微妙といえば微妙ということで有名なので、悪く合うとき合うんですけどね。はい、GH6 です。どうですかね。割と、ピント合ってるような気がしますが、どうでしょう。こういうものを、近いか。いいっすね。仕事は全然違う、かなと思います。あと、こうやって使って思うのは、パリーランプがこっち向きにあるってのは使いやすいですね。これは GH6 だけです。今は α7-4 に、切り替えています。内蔵マイクを使ってるんですけども、音声はいかがでしょうか？で、ピントは、なんとなくやっぱり、
会いやすいかな。うん。これが。が、来た。GH6。で、S5 ですね。S5 に関しては、ゲージをつけています。なぜかというと、マイクロ HDMI しかないので、HDMI の変換をつけているからですね。このルミックス S5 の、やはり透明感のある映像っていうのは、まあ、パッと見、すごいなと思いました。で、GH6 は、もう少しシネマ的というか、顔の階調が滑らかですし、まあ、色かぶりが少ないですね。S5 少しまあ、目の周りとか赤みが帯びやすいかなと。ちょっと赤がかぶりやすいかなという気がしていて、で、α7-4 は、まあ、他の場面でもそうなんですけど、緑がちょっとかぶりがちなのかなというふうに思います。GH6 はそういうのがなくて、非常に素直。グレーディングしやすい映像だったなというふうに思いました。また顔のこの滑らかな階調 GH6 のいいですよね。ほんとシネマティックだなというふうに思います。オートフォーカスなんですけども、これはやはりソニー α7-4 が、まあ、抜きん出てますね。まあ、GH6 も、まあ、普通では困らないなと。いうレベルのものができてるかなと。で、S5 に関しては、やはりなんでここで外すんだろうという場面がありますんで、うん。動きがこう、思いっきり顔が近づいた時とか、そういう場面ではあまり使いたくないカメラかなと。ただ普通にこう、なんでしょう、遠方のものを映してる分には、まあ、十分かなという気もしています。あと、音声いかがでしょう。これ標準で撮ってるんですけども、ソニーの α7-4、少し風切り対策が強いのか、低音がカットされすぎかなという気がしていて、で、S5 はまあマイクの性能として、低音がそれほど、まあ α7-4 よりは出てるんです、撮れてるんですけども、GH6 と比べると低音がそれほど撮れてないのかなと。で、GH6 は、まあ普通の外付けマイクと同レベルの、まあ低音全体の音質が取れているように感じています。で、総論なんですけども、まあ GH6、マイクロフォーサーズということで画質的にどうなのかなという気もしたんですが、まあ使ってみて、まあ最新のフルサイズ2機種に対して、まあ負けていない。場合によっては、この肌の階調ですとか、まあ色味の部分では勝っているなというふうに感じています。まあ反面劣る部分といえば暗所のノイズ、あとダイナミックレンジが、まあほとんど変わらないんですけども多少低いかなというところですね。で使い勝手に関しては、パナの2機種が液晶が非常に明るくて、外での撮影でも不自由がないと。ソニーの、まあ、カメラはそこがちょっと、残念だなという気がします。で、反面オートフォーカスに関してはソニー、やはり優れているんですが、GH6 も悪くないですね。うん。で、もし自分が映像用に1台持っていくとなったら、GH6 を選ぶかなと思います。やはり、レンズが軽いこと、液晶が明るいこと、まあそこそこのオートフォーカス、なかなかの画質。あとは、クロップされない 60p と 120p、120フレーム。この辺のトータル性能を考えると、GH6 は映像のカメラとしては非常に優れているというのが結論です。まあ、写真を撮るとなると、今度はボケ味が欲しい場面も多いので、そうすると、やはりフルサイズかなとい
いう気はしますが、まあ一台だけと限るんであれば、メインは GH6。私の場合は映像が多いのでなるかなと思いました。以上で3機種の比較終わりたいと思います。どうもありがとうございます。